韓国の最高指導者であった、金正日の愛人の一人であり、金正日からは、日本風に、歩みと呼ばれ、最も長愛を受けていたとされる。金製鉄、金正恩、金余生の実母である。長らくその名前は、公期として伝えられていたが、2015年に、妹の夫が、メディアのインタビューで、公期ではなく、 孔広姫であると訂正している。1952年6月26日、大阪市行田区鶴橋にて、朝鮮人の父、孔慶沙は、ギョンテ玄ク、1913年8月14日から1999年、と、母、利武氏一氏との間に生まれた在日朝鮮人二世母の利武氏一氏は、日本人だという説がある。日本名は、 高田姫。北朝鮮の公式見解では、チェジュ道チェジュ市生まれということになっている。1962年、9歳の時に両親と共に、北朝鮮の環境北道に移住した。その後、ピョンアン芸術大学に入学し、1971年頃には、万寿大芸術団に入って、舞踊家として活動した。1972年、 高訓俳優の称号を受けている。1973年7月から9月にかけての万珠大芸術団の日本公演の際には芸術団の一員として流日祝の芸名で日本を訪問している。日本に向けて出発する団員たちを前に金正日は以下のように訓戒したという。皆さんは敵地に行くのだから警戒心を高めなければならない。 革命時代を生きる、芸術人らしく生活は質素に、身なりや化粧も素朴にしなければならない。公英機はこの時、祖国のチンダルレや扇の舞、牧道と処女で主役を務め、フィナーレで記念撮影する際は、舞台中央に立った。1970年代半ば、喜び組の接待役の一人となった。そこで、金正日に見染められて、彼の、 三番目の妻となった。きっかけは、金正日の秘密パーティーに参加して、彼の横に座ったことだったという。1977年頃、金正日と同居を始め、1981年に、金製鉄。1984年に、金正恩。1988年に、金余生を設けた。2001年に亡命して、 アメリカに渡った妹の公栄宿は、当時、光広姫の子供たち全員の世話をしていた。光広姫が、直指導者として、党と軍で昇進を重ねる金正日の付き添いで、多忙を極めていたからである。なお、公栄宿の証言によれば、金正恩はカーダか姿姫が、遊んでばかりいないで勉強しなさいと叱ると食事を、しなかったという。 美しい踊り子から実質的なファンストレディとなった幸運姫は同時に大変な野心家でもあった。彼女は子供時代の金正恩を金星大将と呼んでいた。幸平姫と子供時代の金正恩が一緒に写っている写真には大将位を表す方に四つ星の軍服を着た、方の赤い六歳くらいの正音将軍と彼の方に身を乗り出している母の姿が見える。 モスクワに長期間滞在し、体調を崩して、気分の優れない状態の続いた、聖カオルリンに対し、コウヒロシヒメは、金正日のそば近くにいて、伴侶として、寵愛を受けた。トムとジェリー、ドナルド・ダックといったアニメーションが朝鮮後に吹き替えられ、幼い子供たちが主張する、時間帯に突如放送が始まったのは、コウヒロシヒメが、金正日に、 影で影響を与えた結果だとも言われている。1998年頃、郝広し姫は、乳がんの診断を受け、片方の乳房の切除も検討されたが、それにより自身の近小日の伴侶としての地位が危うくなると心配した彼女は、医師たちの助言にこうして、切除はせず、抗がん剤治療を選んだ。がん治療に際しては、フランスの医療チームが選ばれ、 彼らがピョンヤンに赴くか、あるいはコウ・ヒロシ姫がフランスへ行くこともあった。なお、セ・カオル・リーンと、金正日の子である、金正男は、ジュネーブで、コウ・ニヒの三人の子供たちはそれぞれベルンで、教育を受けさせた。金正男は、2001年、偽造のドミニカ共和国旅券で、日本に密入国を試み、失敗して、成田空港で身柄を拘束されるという恥ずかしい。 事件を起こした。それ以前から金正男は、平ン,ンで飲み歩いて父より出席されることが多かったりする不行状が目立ったが、これは、金正日に金正男がより自由を与えるよう促し、正男が羽を伸ばして、妻以外の女性とも交友させたところで、最後には椅子を外すという郷ひろの、計略だったのではないかとの指摘が近親者からなされた。韓国では、 計算高い高姿姫がわざと、金正夫の予定を、日本当局に漏洩したのだとする観測が生まれた。金正夫を外す件については、その通りであったとしても、郝博士姫自身も、聖薫る林道用正式な婚姻関係にない、ことから、彼女の息子たちも被着室師であること、彼女が、日本生まれであること、妹が亡命したことなど、 彼女に不利な状況は続いていた。亡命した、孔英宿は、アメリカ当局の取り調べに対し、姉の孔広姫は、息子の金製鉄を、後継者にするため、勢力づくりをしていると答えた。その勢力の中心人物が、李細豪と、金陽順であるという。超正択、金景気夫妻だけがその最大の対抗勢力であり、彼らは、 金正夫の周りに集まった。そうした時に、成田空港での事件が起こったのである。スイスより帰国した金正恩は、兄、製鉄の通う金日清軍事総合大学に入学したが、これは、カーダカ姿姫の意向を反映したものであった。最高指導者の後継争いで足場を固めるため、彼を士官学校に入れたのである。2002年、 金正日が歓暦を迎え、聖カオルリンがモスクワで死去した。それ以来、北朝鮮のプロパガンダには、新しい国母が誕生した。朝鮮人民軍はこの年、親愛なる最高司令官に忠誠を尽くす。尊敬するカーウェ様は、愛国者の中の愛国者であると題する16ページから、なる小冊子を発行し、そのあたりから、 国営放送局ではしばしば尊敬するカ上ウ様と題する歌を流すようになった。2003年、彼女は乳がんを再発した。そして2004年の夏、パリのジョルジュ・ポンピドゥ欧州病院で乳がんにより死去した。遺体は豪華な棺に入れられて特別機で北朝鮮まで搬送された。北朝鮮政府は国交のないフランスでの国母の死亡に困惑した。 当時の韓国政府が、遺体収集とピョンヤンへの輸送を助けたことが、報道されている。姿姫の不法に接し、夫である、金正日は泣き崩れたと言われる。郝広姫は、死の直前、実死である、金製鉄と金正恩を、金正日の個人秘書だった金玉に託したと、言われている。金玉は、当初、製鉄、西恩の奪だったと言われており、 姿姫の大学の後輩にあたる。なお、金玉自身も、金正日の子を産んでいる。2002年頃から、金正日は、後継とみなしていた、金正恩の聖母である、共和国の敬愛なる母として偶像化を推進した。甲広氏姫崇拝の高まりと、金製鉄後継者説の浮上は気を一にしたものであり、その中心にいたのは、李細胞グループであったが、 軍内部には彼らに協力する幹部も存在していた。しかし、父親が大日本帝国陸軍管轄の軍需工場の幹部として働いていたことが、朝鮮総連を通じて北朝鮮国内に知れ渡ることが危惧されたため、集団されたのだという。ただし、彼女が巨母であることの歌詞を追い隠すためには、彼女は、どうあっても、革命家 愛国者でなくてはならない事情があったことも確かである。金日清、金正日、金正恩の家系図すでに2006年に、韓国の国家情報院は公式に、公春行説を否定していたが、日本では、英気が、公太志分の娘、公春雪きであるという説が検証されることなく、通説とされていた。しかし2011年、デイリー NK の公英が、 日本の公式記録や北朝鮮の公式資料をもとに、詳細に調査して、週刊、文春にスクープ記事を発表すると、この記事をきっかけに、日本でも、こう春雪説は見直され、こう四社説が有力とされるようになった。その後の、公益や、デイリー NK の綿密な取材に基づいた、続報によって、公益イコールだか四社説があり一されて、現在に至る。 英気の日本での登録名は、高姫君で、後に改名した、後四者であるとする現在の説。デイリー NK によると、彼女は1952年6月26日、生まれで、父親は、現在のチェジュ市長店有出身、チェジュ講師の、後継沢で、母親は、李竹氏一氏。後継沢の唐高英玉は、朝鮮王朝に仕える、下級文官であり、 当時、経済水準の低かった、チェジュ島において比較的裕福な暮らしができたという。ケイサワは、1929年に、日本に渡り、大阪の広田最高所に勤務。広田最高所は、民間のカッターシャツなどを製造していたが、1938年に、陸軍管轄となり、軍事被服や天幕を製造していた。ケイサワの勤務期間や役職は不明だが、 上級管理職を務めていたと考えられている。戦後、密航船を運営していたが逮捕され、1962年10月に強制退去となり、第99次機関船で北朝鮮に帰国した。北朝鮮では、環境北道にある、明南化学工場の労働者として働いていたという。家族には、金作工業大学に通う、長男。 商業高校を卒業し、販売員となった、長女、高等中学校を卒業した次男、観光薬学大学に通う三女四宿がいる。高四者は、次女で、朝鮮では名前を四比に変え、無料で、奨学金まで受けながら音楽舞踊大を卒業し、高空俳優となり、金日成主席の配慮によって、国家受勲の栄養にない、表彰までされたという。 4匹に改名したのは、4社が、日程残死とみなされる、このついた、日本風の女性名だったからではないかと考えられる。妹の4スクは、2001年10月アメリカに、亡命した、公英宿と不合する。デイリー NK は、公英機のハングル表記が、であり、A の部分が、それまで、一般的に使用されていた、A ではない可能性が高いと2012年から、 指摘していたが、同年6月前後に明らかになった彼女の母標には、と記されていることが判明し、A でないことも立証された。なお、当時の北朝鮮では漢字を使用していなかったため、漢字名は長らく不明とされたが、公英機は、踊る姫をイメージして、踊り姫の可能性があると主張していた。今日では、公英宿の夫により正しくは、光広姫であると訂正されている。 公四者の家族構成なお、李武ケ氏は、実は、日本人女性であるとする説があり、もし、そうだとすると、金星鉄、金正恩、金余生の三人には、日本人の血が混じるということになる。英機の本名は、公春公で、1950年3月11日に、生まれ、本願は、チェジュ公子とした説で、日本ではそれまで通説となっていた。しかし、 デイリー NK の公益は、春雪の青年月日が、英気とは全く違うことを、日本の公式資料から明らかにした。さらに春雪が、同じ帰国者男性と結婚して二人の子供がいる、記事が、北朝鮮公式メディアに二度にわたって掲載されている、ことを突き止めた。これによって、春雪と英気は別人であることが立証された。春雪は、 日本の大阪市行野区、鶴橋のコリアタウンで生まれた。家は、父と母親、兄と二人の弟、妹の七人家族だった。北、鶴橋小学校在学中の1961年11歳の時、5月に、家族全員と共に、北朝鮮に渡った。父の甲府とし分は、北朝鮮国内で柔道の指導者となり、 同国の柔道の発展に力を尽くした。2006年、春雪は、平壌において、柔道愛国者という手記を発行している。毎日新聞編集委員の鈴木拓馬は、金正日と、公益の中で、う春雪こそ、公益であるとしていたが、公益による新設が発表されると、特集ワイド、北朝鮮後継者、 金正恩氏の母の奇跡朝鮮外法に定説、覆す情報の中で、こう読んじゃこそ、こう英だとして、自説を撤回している。こう春雪の家族構成。ありがとうございます。